私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋は光になって、畑に降り注ぐ。冬はダイヤのように、きらめく雪になり、朝は鳥になって、あなたを目覚めさせる。夜は星になって、あなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんは。今夜もね、千の風になって歌いました。2016年5月の15日の日曜日の生徒の番組ですね。今夜はね、いつものようにサンドが生徒の歌手に一泊して、神田さんに配信してますね。今日曜日の生徒からさ、いつものようにね、見返りでね、いいチャンス行ってきましたよ、アウトからね。ね、この間もらった、あれ、木炭使ってね、処理してます。よかったよかったね。やっぱいいね、あれね。お一人かもしれないから。あ、こんばんは。ルースさん、こんばんは。それで、今度、カラブの長い目で見せてありがとうね、今度ね。うん。ゲーム探した時にね、うん。そうよ、うん。そうよ、もう、日帰りだったから、あの、お一人かもしれないから、あれ、いいね、一個あるだけでね。収録よかったら酒飲んだら、なんかちょっと横になってさ、うん。あれもあれ、入り口部分をさ、よ、開いて、それで結構使えるようになるね。ほら、あれ、お一人かもしれないから、本当に参加者だけだとあんま集まってほしいけどさ、あんなもん、あれ、別に、普通にサーフみたいにさ、溶けること関係ないしさ、あれ、普通に人開いても結構そこそこに使えるのいいなと思う。四角形っぽくしてね。あれいいね。出てない、今日は。帰ってきたよ、うん。出てませんよ、今日はね。今日遅くなったら、あれ。次からさ、ケイチさんの YouTube ライブをやったら知んないかなって。僕、今ずっと登録して、YouTube の、いろいろ見てる人だけどさ、あれ、大阪の方で、多分南海線に住んでると思うんだけど、ケイチさんって言ったら、その人の YouTube ライブがあって、次から8時半まで、それ見てたんだよね。だから、うん、あの、ネタしてるから帰ってて、うん、そう、ネタとか帰ってても、家はね、5時過ぎには帰ってきたな。5時20分ぐらいには。うん。その後ね、洗い物やったりさ、あれね、ビール少なかったり。うん。早かった今日はね。それで、さっきの動画アップしたりさ、ね。で、7時から、ケンイチさんの YouTube ライブ見てます。それだからね、こんな感じで。8時半までやったらね、あの人の、ずっと見てる、動画見てたらね、あの人よくアウトドアやってたら参考になるんだ。それで見て。いろいろ見てね。いろんな人のとこ、キャンプなんだよ、僕も初めて、まだ1年ぐらいだからさ、キャンプやったの。うん、あ、こんばんは。ね、キャンプやって1年だからさ、いろんな人のとこ、あ、そうなんだなと思って。ね、うん。それで今日これね、これもこそ待ってたんだけど、この間ね、
安いクッカーがあって買ってみたんです、試しに。これで、安かったんで、まあ、ステンレスのね、鍋で、最初のセットのこのスイッチ。さっき、次から次に来るようにしてるんですけど。でもね、安いショッピングでさ、ポイント使ったらさ、ちょうどあったからね、お金も使わないようにされたんで、送料込みでもさ、ちょうどポイントがあったんで、安いで。それなかったら、ちょうど0円で使わないで済んだんでね、これ。この間購入したの。まあ、今度ね、あの、これ使ってみるのもチャンプだ。このクッカー。まあ、全然安かった、ほんと。まさにそうね、やばさめじゃないよ、電車とどこだからさ。いつも配信、今日はね、線の風になってね、もう、どうもね。線の風になってたら、じゃあもう一回そうか、今使ったために今夜はね、線の風になって。まあ、テクニックはないやろ、こう。ただ、なんと安いテントを張ってるだけだからさ。まあね、街のみんなやってるように、あの、なんだっけ、フェザーステッチも下手くそだしな、なんもないしな、サッカー台で火つけてるしな、フェザーだしさ、すごいね、ちょっとさ、まずはフェザーでやってさ、ね、すごいやな、なんだっけ、あれ。ファイヤースティックだよ。前の火つけても、すごいって言うよね、あれね。うん。なかなかいかないもんさ。普通の文化焚き付けで、ライターで持ってくれたらさ。まあ、ただ、焚き火ができればいいと思ってるんでね。電車とどこだからさ。うん。なかなか、でもいいや、それで。でも電車とどこだけでもできるからさ、なんとかね。うん。じゃあ、線の風になって。じゃあ、それから買いますね、線の風になって。じゃあ、今日はもう一回今来た人、今来た人のために、こういう今日はね、いつも通りね、線の風になって。じゃあ、もう一回行きましょうか。いいよ、この歌ね。確かにいいよね。私のお墓の前で、泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんか、いません。線の風に、線の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって、畑に降り注ぐ冬はダイヤのようにきらめき雪になり朝は鳥になってあなたを目覚めさせる夜は星になってあなたを見守る私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。線の風に、線の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。線の風に、線の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、今夜は、今夜それになって歌いました。いい花だな、うん。もう、はい。じゃあ、最後飲みましょうか、今夜もね。ありがとうね。いつも見逃されないですね。一個見たらやってますね。YouTube ライブも今完全で好きな人みたいですね、今ね。でもめんどくさいじゃん。やっぱ YouTube ライブはさ、とりあえずいいんで、なんか、またソースでできないんだよな、ね。なんかやんないし。まあ、そのスティックもある感じで、スティックもね、僕はこうやってね、スティックあると思います。ありがとうね。いつもね、おさりげない。ね、生産確認、ちゃんとしちゃってますよ。また生きてますね。
最後のもう一回勝負。ちょっとアルコールバナー使わない。え忘れもしはるさんから。また今度でもうそれからさ、歌はこれでいいや、今日はね。また今度ね。うん。また今度は松山とやるから今度からね。今からもいつもやってきたから。最悪ずつの今度からやるようになってね。今からね。長いことなし。はい。いや、もう。ね、もうそれからね。じゃあ、飲みましょうか、今夜もね。今夜の夜食どうか。今夜もね。今夜もね。松山さんもいいよね、あれね。うん。サーモンだ。サーモン、釣りさんのサーモンを買ってきたんだよね、これだ。今日はこちら食べます。サーモン。よっ。それで、僕からね、今日はこれ切ってくるサーモン。サーモンの刺身だな。サーモンの刺身。サーモンの。サーモン。今夜サーモンの刺身、いつも通りね、この辺に。いつも通り。そういった時に。そうか。まだ凍ってたね、これね。冷凍なんだね、これね。飲むよ。飲むよ。いただきます。今日は3本刺身です。今日はこのつまみに乗りましょうか。うん、いただきます。うん。うん。持ってこようか、今日の飲み物。今夜の飲み物。私もただあれ、横浜もやってしてください。一回ついてたのが大好きな、この、会員業、ね。どうも、おやすみなさいね、またさん。はい、今夜これなります。横浜ともやってしてください。それこれ、これもすぐ大事で買ってきました。で、グラスにコップ氷入れて。これ好きなのよね、僕ね。お茶割りの方がいいよ、僕は本当。この、それだけ目付けでもいいし、ウーロンでもいいし。
で、まあ、環境配慮とかいろいろあるけど、炭酸系は、僕もダメ、僕、炭酸系は。はい。もらえれば飲むけどさ、自分ならあんまいいやって感じ。どうもね、ありがとうね。お茶の方が僕は好きだな、この炭酸系はダメだ。飲むけど、宝酒造のさ、酒杯とかも飲むけどさ、まあ、どっちかってこっちの方がいいと思うんですよ、お茶に。うん。ああ。そうよくない。今日午後飲んだからね。でもあれ、タープあるっていいね。あれでもさ。いや、あれ、1、5000円で買ってある。お人でかましてるって。あれ、中国製のトップのやつね。あれ、さっき行ってね、ちょうどいいよね。うん。扉の部分も広げてさ、4点で止めれば結構、あ、固まっちゃった？固まったね。あ、こんな増えた？固まっちゃった。また。あ、固まっちゃったみたい。あ、そう。あ、こっちは重いんだよな、これな。まあ、やり直そうと。やり直しね。ちょっと、試合再生して。今、無理だ。あれ？おかしい、固まってね、3日ぐらい。また3日。うん。まず、つながってない。あ、調整がいいんだもんね。熱かったからな。いや、なんか、もう一回やり直す。ちょっと、今回のスーツに、外れが全然同じもの買ったんだけど、2台。前回なんで、これ、この2台のちょっと、ちょっと反応をお願いしてもらえるんだけどね。あ、やり直す。ちょっとバッテン取ってみよう。バッテン。あ、できた。じゃあやり直す。たまっちゃうとかもう一回、じゃあもう一回線の形になってから行く。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風になってあの大きな空を
引き渡っています。天の風に、天の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。あの大きな空を吹き渡っています。はい、こんばんはね。今夜も千の風になって歌いましたよ。2016年5月の15日日曜日の千夜の確認です。今夜もね、いつものように最後の千夜の確認を一緒として、こんな風に配信してます。どうもね。どうも。さっき固まっちゃったからさ、うん。うん、ごめんなさいね。ゲストさん、固まっちゃったパソコンやり直して、ちょっとね、早すぎたからごめんなさい。どうも、みどりさんどうも、ゲストさんどうも。で、今日は最近やったんだよ、もう、飲んでる時にね、固まっちゃったからさ、早すぎて。今日はね、同じカスさん大好きな二十歳の、ジョクロと抹茶球を履いて、サーモンを刺しに。まあ、だから途中だよね、さっきの途中ね。固まっちゃったからさ、こんな感じね。どうもね。そんな感じで、うん。やっぱ歌で始まる僕なんかピンとこないんだよね、やっぱ。まず歌からスタートにね、今日はサラモンやっちゃったんでね。うん。うわ。うん。アウトドアっていいな。そう、あれも食材はね、あれで全部1500円弱だったから、で、冷蔵庫に入れて、まあ2000円か。あれで2000円だったらいいね、一日やってね。うん。アウトドア本当に飲食で入ると思う。本当に安いよね、本当に。うん、もうなったよ。一回最初買っちゃえばさ、シャープとかテンプとかさ、フッカール最初に買っちゃえば、あとは使い物なんだろうね。でも、ビューロックの食材の。うん。ビューロックいいな。うん。毎月なビューロック。わかんもん。うん。うん。結構いたね、結構いっぱいグループでいっぱいいた。どっかのステグループみたいなのいっぱいいたね、今日ね。うん。天気も良かったからな。今日も良かった、風もなくてさ。この世で荒川が今日と同じ場所だったらさ、この通過だったら、そうはよく今回はね。だから、ああいう天気にしてタープがあるといいね、あんな感じだ。おしとも、おしとともしゅうちゃんのいいところはさ、まぁ、あ、テントなんか止まることは無理だけどさ、タープと思えばいいや、まあ、ポール一本立つと、うん。ちょうどよかったから。ポール一本。扉の部分とは3点と扉の4本ってことになって、あれ、うん。タープってテントっぽい、横のある普通のタープと違って、で、あれ、まあ、なくなる、あの、やっぱ、やっぱタープハクだったらさ、僕なんかあの、ペアーズロックのあれ、アングラでかいのからね、こっちになる。今のタープ、夏場だったらタープハクね、うん。でかいもんなんでね。いいな、ほんとに。かわいいね、みんなあったかいからさ。若い女の子はみんな短パンでかわいいよね。短パン姿ね、ほんとかわいい。元気な短パン姿って感じで見てたら、ほほえましくなるよね。うん。はい、うん。ね短パン姿で履いてるのに、なんかほほえましくていいよね。うん。かわいいなと思いながらね。うん、お茶入れ。これいいんだよ、これ。うん。あかんもんね。うん。ちょっとちょっと元気でいいなぁ、あれって。僕はまだまだだからな。車も持ってないからね。車があるのってあるよね、車持ってる人はね。ユニオプレーブの立ち時代とかあるのってさ。
立ち台って言うたらね、天の。タンパク、いいね、でも。そんなについてこないもん、縁がないよ。縁がないもん、これ。縁がないから、しょうがないね。あ、それも楽しいよ、もう。うん。それでも十分よ。それも十分。女の子は遠目から見てるだけでいいんだよな。言ってたらさ、うるさいと思うんだよ。まずばらしってさ。うん、僕はそう思う。実際、キャンパー一人が一番いいよ。ね。遠目で女が来た女の子見てるのが気持ちいいんだよ。そうかと思うよ。うん。たぶん、この中で一人キャンプのいっぱいあるもんね、YouTube とか見てるとさ。やっぱキャンプとか一人がいいんだよ。ずっと、ね、うん。やっぱ、女がいるとね。ある意味、遠目から見てる分にはいいけどさ、ほんとずっとしてたら、わずらわしいもんな。うん。そうかと思うよ、女性は。だからもう全部作っちゃおう。生まれたらさ、まあ。そのままやまなくても頑張ってくれ。さあ。今日はどこしたら、もう、最悪。北部で、住んでるもうちょっと浅くて、今日ももっと平らですね。うん。おいしいだけになった。じゃあこれで、じゃあもう一本持ってこうか。じゃあもう一本。今夜これね。朝日のこれね。あんまりね、こういうお飯とも買ってきたら好きなの。タイミングじゃこれが一番好き。うん。そうなんだよね。ああ。まあ、これで僕は大丈夫、一人でも大丈夫ですよね。まあ、一人でもこうやって生きてるってことは一人じゃないんだからさ。うん。だから生きてるってことは一人じゃない。だから生きてるだけで幸せになるよ、僕は。生きられるんだからさ。だからそういう意味も含めて生きてるだけですから、そういう意味だよ。うん。そういう意味じゃないか。うん。そうすると死んだからさ、うん。生きてる間、そう思って生きててもいいと思うんですよ。生きてるだけですよ。これを忘れないとさ、うん。それを忘れるとさ、人間とおかしくなるんだと思うんですよ。うまいで可愛いよね、ほんとね。うん。可愛いよ、ちゃんと。でもな、いいよ、ほんとに。なんか、あんま僕好きじゃない。あ、カイコならいいけどさ、ジャムとか言うとさ、すごいでしょ、あれ。すごい。ね、髪の毛脱色したりさ、あれ、なんだっけ、あれ。色黒く、あれ、日焼けしたりさ、あれでちょっと僕はそんな個人的に、僕嫌だもん。普通の若い子なら好きなのも若い女の子ならいいんだよ、若い女の子。そうね、ガルマで好きなのもないの。すごい化粧したりさ、ガングロス嫌だな、いいの。あんま見てくれ悪いもんね、ああいうの。普通の若い女の子。そう。普通ね、どっかの地味に働いてるような女の子最高だよね。うん。普通の20代、30代ぐらいの子はいいよね。ガルマとかみたいにさ、水商売してるようになるのがいいな、もう。やだ。ケバイ、よくケバイって言う子。ああいう子よくやだ。わかる分にはいいんだけどさ、ね。うん、やだ、ああいうの。ね、普通にさ、ね、で、休みの日はだからって、暑い日なんて、松葉なんかさ、短パン履いて遊びに行くような子、いいよね。かわいいよね、ほんとね。短パンかわいいね、ほんとね。短パン。たまらないんでると短パン。ああ、ほんと、ビービーたちは暖かかったからさ。うん。元気な膝こぼって感じがしてかわいいなぁと、微笑ましい見てるとね。ね、そうでかい。若い女の子の短パン姿でさ。
ねえ、元気なし、膝こぼった感じがしていいよね、見ててさ。微笑ましてていいよ、あれ。いいよね、ああいうね。これ名言じゃない？元気な膝こぼった。あ、でもう一本もそれだったら、もう一本。中尾の方も。日本、日本でもどうかな。セブンが落ちないんだもんな、これ。いや、これ。あれ。日本だな。抹茶が入ってる分変わりないんだもんな、これね。もうただ飲んでるのがいいよね、これ。なんだこれ。この焼酎だし、本当に焼酎って書いてあります。これ本当に焼酎使ったやつで、ね。うん。ああやって書いてもさ、使ってないよね。ウォッカとかが多いからね、特に安いやつとか多くなんだよね。ああいう、ね、って、名前が知ってるやつとか使ってる原料が、ウォッカとか使ってないんだけど、これ大丈夫、普通の焼酎。ハイボールだからね、血が入って。でもこれは炭酸じゃない、そういうのなんですね。なんかいいのかな。いっぱい血が入ってきそうな、焼酎の血が入る。入るからね。うん。そうだ、いいんじゃないかな。炭酸なくても血が入ってんだろうな、これ。ね。お茶入りが一番いいな。うん。お茶入るやつ飲めるんだよね。日本酒のやつかもしれない。やっぱ何だったらね。高田酒造の、一本ぐらいだったかな、あれ、小瓶一本と、ちょっとまたかって。あれが、あれで、変わらないね。日本酒も変わらないね。今安いなもんね、日本酒だと。うん。お茶杯安くあれ、安くしようと思ったら、あれね、220円のくっちゃいやつを、あれで飲むんだったら、安くなるんだよね。だから、お茶のあれだよね、やっぱ、食感なんだっけ。食感のあの、カイパックのお茶入れのあれね、それ飲む方がいい。だから、格安売ってるんだよな、格安に。パックのやつ。あれやるといいね。まあ、ないしは普通のタイパックのやつもいいね。タイパック。安いから。あれのやつはない。まあ、一番あれいいよな、これ。こんな感じで、いい感じじゃないか。うん。5月15日、9月15日。まあ半分だ。6月。まあ5月がいい天候だろうな、今月。来月は梅雨だからね。5月が一番いいかもしれない。天候的に。梅雨明けたらさ、まだ簡単できない。今はさ、まだいいもんな。7月、5月ぐらいだったらね。まあ、それものすごいもんね。40度に1回もなる、暑い時。まだ、せいぜい30かどうかだもんね。今だったら25から30、運転するときで。まだもんね。真夏になっちゃうとさ、ね、40近くなるからな、あれは辛いもんな、ほんと。
スマグラエアコン水温で天候です、うん、スマグラエアね、スマグラエア一番夏もいいけど、夏だ今度はキャンプ行こうね。今度土日休みだったらキャンプ行きます。もう学校場所が一番近くていいんだろうね。学校場所でもまた行ったあれ良かった方がいいな、あれね。群馬のあそこ。お話しに行って、また行くと思うな。篠崎キャンプ場。ね、普通の公園みたいなキャンプできるところがあそこにね。岩倉橋の後ですぐだからね、岩倉橋に行って、ほんとほんと、看板見えてくるんで入るんだ。うん。あ、ほんといいわ、って。新生地開拓もでも難しいよね。うん。そう、普通の若い女の子を遠目から見て楽しんで、無料するんですよ。だから誰かさんたちに時間はしないからさ、ね、大丈夫よ、僕、遠目から女の子を見てさ、微笑ましく眺めるだけで十分よ。うん。もう自分の中でね、一人一人してますんで、それが一番いいよ。さ、他の存在しない僕は、遠目で眺めてるだけでいいよ、僕は。これ十分。これかわいいな、女の子ね。でも、しわしたな、女、すべてなんだろう、これがどんどんね。これかわいいな、女の子ね。あ、うまいよ、ほんとこれ。ゆっくり止まってなんか香りがいいんだろうな、これな。香り最高だよね。私たちはさ、お邪魔して高くなるしね。梅干しで焼酎巻くとさ、あれはまあ梅干しの高いもん、やっぱり水が出るとやっぱりね。安い梅干しとかさ、やっぱ普通のお茶の方が安い。自分で作る場合もさ、パックの木だったらさ、100円か、もしくは安いところで70円、80円で買うものに聞いてる。もう、梅干しはそこは、うん。一個単位で、うん、そうだもんね、やっぱ単位で。梅干しで焼酎もいいけど、やっぱり、ね、多少でも、ね、お茶のところだと、ね、値段高くなっちゃうから、あれな。そこだったら、うん。そういう、あそこはもう、1リットルパック買ったら100円くらい。安いとこは78円で。そうなんだ。あれ一本あるね。ちょっと、うん、飲めるね。最高。16分持って。今度は16分持ってる、今度は後は16分と、の武器だったら巻き持っててさ、学校橋だったら、まあ、あれ、駅前の、専用電車で買って。あと、行くかとか思ったらな、あそこを退院したんだろうな、あそこに行っていたんだ、前から言ってる。おかしなの松田と国連の新町なんですか、からさ、表しに行く。行ったんだろうな、大崎キャンプ場も考えてる、行きたい場所。うん。あとね、都内のあそこ、秋広の、なんか、行きたい地点の秋広の方がある。大竹鍾乳洞のキャンプ場、あそこもかな、あそこもね、大竹鍾乳洞のキャンプ場のキャンプ場だからさ、うん。これ、乳洞のキャンプ場なんだよ。そして、薪とかも販売してるんで、あそこ行くときに買わなくていいんだ。うん。足踏み市だから、あそこは一回危険だから、はい、今までは整備せんで、あ、値段が安くなってんだよ。北東より安くてんだよ。大竹鍾乳洞。あ、じゃあバス代なのかな、まあ、それでもいいよな。うん。あそこ今度行きたいキャンプ場は僕は、電車するとこなんで、どうしのもが無理だから、絶対歩けないな。神奈川県西丹沢の大竹キャンプ場と、都内の秋葉の方の大竹県の大竹鍾乳洞とかの感じで、行ったらなぁと思ってたけどね。あ、そうだそうだな。キャンプ場ってところはさ、友情のキャンプ場は、当然のようにさ、まあ、近くするんだけどね。もう元気で巻き帰るからさ、そう、いつとで見事に少なくていいもんね。あ、こんばんは。あ、
どうも。今日はね、まあ、同じにそう飲んでます。今日も勝ち越さん大好きな人がお茶杯で、本当にね、旅行の街だからさ、あんまシェアやってないの、ね、売り場少ないけどさ、飲み物飲んで。どうしてたんですか、まあ、見かけないけどね、ちょうどありがとうね。お前、今日は休んでからさ、まあ、こんな感じ。もうこんな魚も飲み終わって、今日はね、サーモンの刺身でね、飲んでます。どうも。今日はね、おなじみこれね。おなじみこれ。頼んだ。これね、何度か食べるかな。これうまいよ、これね。結構、缶飲料一番好きかもしれない、最近。これ。で、黒と抹茶酎ハイ、赤酢。大学生で、今大学生って大学生です。大好きなの。80円の税込みだから、まあ、120円も弱ぐらいかな。80円ちょっと安いぐらいだし、今これ。下手に80円でこっちの方がもう好きなの。で、80円ですね。目がさ、僕の中で朝日の会員のスペシャルス。今日ね、気持ちよかった。あれいいよね、おしとりしゃべしてるさ。トップリね。あれなかなかいい。日帰りの時は使ってます、日帰りの時も。使いすぎで、一泊二日のキャンプでテントも使ってる。この間、新一番時はさ、あれ、免許の更新の代わりだったんで、あれ、荷物が持って、持ってかなかった。あ、でも新一番ね、あそこ、木がいっぱいあるからさ、なくても大丈夫だ。新一番のいいとこ、あそこは。ハレストもそうだけど、あそこ、ああいう木があるからさ、ああいう、木の公園で、カキを使うとこだったら、カキがあるんで、こがあるからさ、あんまタープなくても。だからあそこは、そういった荒川の河原とか、河原はさ、あんま気になるからね。タープセンスなんですよね。公園、新千歳公園とかだったらさ、結構木があるからさ、それがあるんで、ね、全然気になくてもね、あるからね。あと、三橋の公園も、あそこは、ね、あそこはもう、確か危なかったんだよね。でも、あそこも公園だから、木があるからね。昔のサンマスというのは、ね、日帰りの電車ですね。あれ、バーベキューとかね。あそこ、こういう人ってさ、普通に申告するだけだもんね。住所と名前書いて、何人書いて、あれいいよね。昔の公園ね。無料でさ、ね、いなくなっちゃってるって言ってね。あれ、隣の試験場までのバスはいっぱいあるからさ、あれですけど、昔こうがねえからさ。上の公園しまうけど、あれは本数少ないんだよね。だからないときは、試験場に行きのバスの試験場通りちょっと歩けば、隣だからね。あの、昔の子は最近行かないから、あそこ好きなの。あそこがかなかないんだよ、昔の子はね。昔の公園の場合は、だから、昔とはね、駅前に電車を買い物しないかな。日帰りの話。そうね。いいね、焚き火ね。焚き火やめらんない。炎っていいね。炎になる幸せ。炎を見ながら頼むだけでもいいんだよ、ほんとね。それやめらんなくてもいいんだよね。よくやってる。ほんと炎が津波って感じだよね。ほんと。揺らめく炎を見ながらね。焚き火を飲むだけでも、僕はこれでいいよ。それだけでもチャンスならいいと思うよ、僕は。だからやめらんないんだよ。いいよな、あれ。いいね。もう、40過ぎてからか、ほんと知ってやったの。
そうだね。キャンプ入り行くまでに行くんだし、その前はあれじゃないって。あれじゃないって。お金を使うまでに飲食店、飲食店入ると考えれば、本当にそうだね。最近は最初、歩き配信の頃はさ、お店入ってくるさ。ね。歩き配信の頃は、今のお金使わない。お店入ったらさ、安くても1500円ぐらい行っちゃうもんな。お店入ると。ね。もう大変だよ。歩き配信はお金使わないやったの。本当にやるよ。やっぱ、アウトドアはいいよね、アウトドア。アウトドア最高ね。アウトドアね。焚き火だって別に、今もガスも、まあ今のところガスも欲しいと思う。かなとしたらさ、外の浮き輸ストーブが欲しいと思って、まあそこまで買わない。まあ、ちっちゃい焚き火台で巻き込まして、焚き火で調理するのは十分だから。まあ、火にビーロットもあるし、焼き方もあるし、バーゴンのヘッサーゴンも見ながらね。あの、エスビットのポケットストーブもあるし、十分であれば。でも、フック買ってくれるけど、あ、今言ってたからね、今日これ届いた、この間、先日ヤフーショッピングで、この動画さ、そのヤフーのポイントがさ、ちょうど溜まってたんで、あれ使えばさ、お金、現金使わないでも買えたいんで、レーンで、ポイント払いだけで済んだんで、それ買ってみた。まあ、安いやつ、ステンレスのクッカー。うん。今度もこれ使わないけど。まあね、それってステンレスの当然気にしないけど、でもそれとも両手組みますから。でかいの 970cc から、あ、今買っとくか。まあ、買ってみもの。うん。ね、大小なる2つのセット。だからさ、まあ、お皿になんか使えたり。まあ値段も安く1200〜1300円だしね、今日これ届いたんで。今度使う。もうさ、ゆっくりしまったら洗って、うん。どうです？ねえ、クロムが 13% 入ったしてですね。もう当然メイドインチャイナ安いから。やっぱそうだ。ちょっといいね。ユーロックにちょうど合いそうでいいんだけど、うん、楽しみだね。あとはやめられないね。いや、すごい楽しみだね。うん。じゃあ今日はこれでやろうかな。いいかな。じゃあ最後、今行くまで、日本で見ようと思うと、今来てもらうために、今来た人のためにね、もう一本飲もうかと。そうね。まぁ、めちゃくちゃ、どこの灰、抹茶灰、もう一杯、もう一本。これ飲んでしまう。うまいよね、これね。カツエクさん、最近お気に入りです。まずいな。じゃあ、5本買ってきた、5本。明日の分も入れて、全部で。買いだめって言ったら、じゃあ、今日さっき、なんだろう、あれ。教育さんのライブ配信が始まるちょっと前に、大学で買ってきて、5本買ってる。で、3本も。買いだめって言ったら、明日の分も買っとく。うん。うん、そうよ。うん、今日買ったから。まあ、さっきも、つまみはさっき、サーモンの刺身を作って。はい、乾杯。これうまいね。ケイキさんの配信見てたんだよね。ケイキさんは定期的に YouTube ライブやってんだよね。日曜日の夜7時ぐらい。だから今日もやって、今日あってね、夜の7時から8時半までやってたんだよね。ケンイチさんって言って、大阪の方の人でさ、家族総出でよくやって、動画アップしてる人。とか、アウトドアの、それで、アウトドアやってるんだよ、あの人。それでも登録して、面白いからさ、今日見てたんで、最近さんも。ただ今日はね、日出ても遅かった。その日出じゃない、帰ってきて。うん。まあ、7時から8時半まで、ケンイチさんのライブ配信見てたんで、それで、こんな時間が出ると思います。面白いね。うん、すごい僕ドライブしたけどすごいね。
普通に20代で結婚して、子供ももう高校生の子供がいいんだもんな。普通の高校生の子供って。まあ、普通の方なんだよね。20代前半で結婚して子供できてね。俺ずっと続けできないからね、一人で。まあ、20代の、まあ、20代半ばで子供いれば、15、6の子供いて普通だよね。いや、ちょっとするよ、これいいよ、これで。これ、続けてできないから、しょうがない。こういう人間いるんだ。まあ、それぞれお互い様よ。頭の良さは一緒だから、みんな人間。どんな大学もそうよ。東京の大学でも関係ないし、まあ、今日の大学でもそんな、いつ人間いかない人間。頭の良さは一緒だと僕は思いますよ。行こうと思えば大学は行けるんだよ。お金があるかないか、僕はそう思います。ただテレビによく企画で定期的にやるんじゃん。タレントがさ、受験したり、受験だったりさ、前にも言ったけどさ、慶子先生っていうあの先生をさ、褒めたたえる人いるけどさ、あんなもんやろうと誰できるんだろう。だから、やるためのさ、気持ちを立てる、立てるしゃいいのって。人間ってそうだと思うんだ。人間の頭の変わらないようにやれば誰でもできるんだろう。僕はこの、ただ芸人とかタレントの皆さんはさ、普段やんなかっただけでさ、やろうと思えば誰でもできるんだろう。別に、だから慶子先生がすごいんだな。すごいと言うんだったらさ、そうやって勉強するように締め切ったらそういうやり方でしょ、あんまり。みんなそうだよ。ね、いろんな、みんなやってる、たまに芸人とかタレントがさ、大学受験してさ、受かったりさ。あの、誰でも行こうと行けるんだよ。でも、実際はさ、普通の社会だから、お金だから行けないもんないからね。テスト受けなきゃかかるしさ、年入学金とかさ、15円とか、そんな感じで普通貧乏に払えねえもん。払えないから、うちの親なんかは今のに奨学金貸してもんね。僕、1個45か。45なんだけど。もう学校でその20年なさったってんだもんね。いつもの奨学金貸してる。大変だよね。あ、でも、そうだ、本当に貧乏のところはさ、学校出て20年以上経ってもね、奨学金払い続けてるね。大変だよ、本当。ね。国家でもさ、あれ、やってるさ、無償の奨学金を、そうね、結局ね、入学してもんね。その財源どっか持ってくるかとか、そういうのいろいろ入れてできないもんな。大変だよ、ほんと。ああ、でも、それでも書き込みだったからさ、あの、例えば、ニュースであるよね、ニュースで。不正にさ、生活保護受給してんの。ねえ。ああいうの見ると、ああいうのに受給するんだったらさ、無償の奨学金あってもいいと思うけどな、なかなか難しいんだろうね。僕は生活保護はなくてとは思わない。あれで、っていう場合もあるんだけど、でもさ、ニュースになるのあるもんね。収入があるのにさ、ちゃんとね、もらってるやつ、ああいうのちゃんとしっかりさ、チェックしてさ、そうすれば、それでも大変って思うよ、僕は、お金とか。でもできないのかなと思って、あとさ、前にも問題になった年金がある。死んでるのにさ、年金もらうぐらいとか。もっと人生実際開いて、でも開けようかな、みたいなもの。ねえ。ああいうてちゃんとすればさ、ね、あんな。ああいうお金だよ、ほんと。親が死んでんのにさ、申告しないで年金もらって、続けてんの。ああいうの無理です。無料の奨学金制度を創設してもいいと思うんだけどな、ね。なかなか難しいけどね。本当は取れてくれないよね。もらって自給してる親が死んでんのにさ、申告しないでずっとさ、遺族もらい続けてんのってあの。ねえ。あんなのさ、だったら無料の奨学金を創設した方がいいと思う、僕は。でも、難しいと思うんだけど。無料でも奨学金返さなくてもいいんだよね。学校行くためには、これはこれからの若者のためにさ、ねえ、それはなんで有意義みたいなんだろ
難しいよな、あれな。その老人が生きてかどうか、まだ確認するので、かなり機会もあるな。これからだって、炭鉱汗だけの老人なんでしょ。あんなもう一人で調べるの不可能でしょ、でも。一見してもらって。遺族、家族がさ、まあ、うちの人、親が、もう、寝たきりなんでって言えば、それ済んじゃうもんな。それを確かめるために、まあ、かなりの労力でしょ、一日に、いや、できても5件とかでしょ、あの、一人でも。だと思うよ、5件もいかないもんな。ちゃんと話してさ、ああ、そうです、まだ、あ、一応、寝たきりだけど、生きてますねって言って、そんなもん確認やってらんないもんね。不思議だな、現実問題。だから、ああいう姿勢になっちゃうんだろうな。難しいね、ほんとね。しょうがないよ、ね、ただ人間の良心に負け、もうそろそろ良心だよ、ね。親が死んだらさ、ちゃんと申告してさ、ね。止めないとね。運用するしかないんだよね。やっぱりね、そうね。死んでるの、それ年金をさ、生きてたんですよ、もらえずに。なんで頭が来ることあるの？そっちの方が頭が来るのやろ。政治家とかの職でもあるけど、あれもさ、なんだっけ、自分自体やね、なんか。政治家を辞めた人。あの人よりもね、僕、ほんとあっちの方が頭が来るの。親の年金を死んでるのに申告してもらい続けるって、あっちの方が本当、あなたが悪意があると思うんですよ。自民党辞めた人いたじゃん、これはちょっと前、今日はね、自民党の大臣クラスの人にさ、それだったと思うんですよ。ああいう汚職業よりも、親の年金を死んでもらい続けてる。あっちの方がひでえと思うよ、僕は。あの自分の人結構いいと思うんだ、あの人ね。そっちちょっと、そう思う。政治家の汚職よりもあいつらが本当にひどいと思う。親の死んだの申告してもらい続ける。よほどの人、人間として腐ってると思うよ、あいつら本当。ひでえと思うよ、本当。絶対に言うよ、先生。先生、本当に、くまなく調べたら絶対に言うと思うんだ、あれ。調べたら。まあ、そういうもんさ、日本人の寿命が長いってのもさ、ずっとしないから、生きてることになって。それもあるんじゃねえかなと思う、最近。僕はそう思う、あれ。申告しないだけでさ、死んでんだけどわかんねえ。生きてることになってからさ、また生きてる。絶対やるな、それ。本当に泉式郎さんみたいにさ、ね、あんぐらい日本のトップ最長寿だったらさ、メディアが取り上げてわかるけどさ、それ中途半端。80前後とかさ、わかんないもんね。人間60、70歳で維持するのわかんないからさ、だから80ぐらいでさ、生きてることになってる人なんて、実際本当に生きてるかどうかなんかわかんないもんな、なの。もうかなりの数いくか、そんなもん一人一人調べるわけにいかないし。一人一人調べようと思ったらさ、大変だ、病院行ったり、学校、あれ、自宅回ったり。そんなもん、あの職員の顔出てこないもんな。だからしょうがないんだけど。だから人間の良心がその人の、良心に任せるしかないよ。誠実をしないのはさ。本当もう、それまでも生活保護は僕はね、なくすのはもう、警察保護のこと見直すなら、あの辺はできないと思うよな。警察保護は絶対必要だと思うんだ、やっぱり。難しいね、ほんとね。やっぱ人間の良心しかないよ。バカみたいな年金作って、誰ほど年金制度作ったの、こんな。しょうがないね。しょうがない。年金制度なんて何なんだよ、ほんとに。くだらねえな、ほんとな、あれね。バカみたいな年金制度なんて。年金制度。そうなんて。
食事の方でもな、年々体調の時、年々体調の時でさ、今でもこの今のが段階だと、さっき年金はだから1年間で5、60万だもんな。やっぱ貯金が大変だろ、そうだったの。1年間60万ぐらいだったら、生活する日もんね、やっぱり。だからそれだから、定年になるまでにさ、毎日貯めないとね、お金で。そうすれば、それ、あるでしょ。ね。だからある程度、それも、そういうことがいい。ある程度、自分のお金を良くしてるんだろう。ね。そうなの考えて。僕の日はそうだよね。僕ら40代の世代ってさ、普通に新しくても、1年間もらえるのがさ、そうだろうよ。60代にそういう、そんなもんだよ。でも年間一人どんな老人になって、ちょっと小さね。年間通して、その時は、やっぱ、ちょっと、現在の時に働いたお金を貯めとかないとさ、うん。まあ、しょうがない。じゃあ、今日もうこれまだこれ飲んでしまうと。ただね、結局これ、朝日の、どこもと抹茶中華3本でした。あ、どんどん終わっちゃった？あ、すみません。じゃあ、おやすみなさい。じゃあ、これでおやすみね。そうそう、終わっちゃったかな。はい、今お二人で、大前でした。ゲストさんの放浪の子猫さん、おやすみなさい。さてね、また明日は仕事だからね、またおやすみなさい。一日ぐらいやっちゃったらじゃあ早い。